はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルウープ主のピヨタです。さあ今回もマッチングアプリあるあるやっていきましょう。前回はホスト風の、男を、ゲットいたしました。ということで今回は別のね、男あさりをしていきたいと思います。嫌な言い方。さあやっていきたいのですが、その前に、こちらの動画は2022年度 A 版企画の動画となっております。企画説明に関しましては企画説明用の動画をご視聴よろしくお願いいたします。はい、ということでやっていきましょう。ヤンキーだーすげえ、こんなにザ・ヤンキーみたいな感じの人いる？行こうぜ、いざヤンキーを捕まえに、レッツラゴー。お、ヤンキー座りしてる、ポイント高い。ヤンキーとマッチングしたやだなー、この文字面、この字面よ。ヤンキーだよ。え、友達になろうとするの？姉さんって呼ばれたい願望でもあんの？何これ。はい、それは武勇伝と言いません。やっちゃったぜワンパンしたよヤンキーワンパンするって言葉のナイフが鋭すぎません？それは武勇伝と言いません。武勇伝、武勇伝と。やっちゃったぜ。やっちゃったぜ。いや、やっちゃったぜじゃなくて、ヤンキーをやっつけました。いいピースしてますね。かわいそうに。かわいそうに。一応言葉攻めでやっつけてんだよ、これ。メンタルを削り切ったってことだよね。悲しいな、これ。ヤンキーをやっつけた。コンボボーナス3いいねを手に入れた。経験値は入んのかな？あ、入らないんだ。そっか。傷ついたメンタルはマカロンを食べて回復しよう。太りそうだね。ストレス解消で食べるのか。さあ、じゃあスキープ。博士、博士、博士。ホスト風さん。いやー、お前、前回連絡先交換したよな。もしかして、もう誰彼構わずいいねしてる？あなた、博士。ヤンキーがいない。急に出てきた若者狙い。ちょっと好感持てる名前してますね。もうさ、隠す気がゼロっていうのはちょっと好感持てる。いや、まあ、なんだろうね。マッチングアプリという若者文化に入っているイケオジ。名前は若者狙い。いい名前してんな。このありがとうっていうグッジョブのやつやってるのがね。さあ、とりあえず若者狙いをゲットしていきましょう。若者狙いとマッチングした。もうねえ、すごいよね。この人の行動目的が全部この名前一つにさ、集約されてんのすごいよね。さあ、おお、さっきのヤンキーと逆だ。ほい、いいダメージじゃない？私のお父さんより年上なんですね。いや、若者狙いからすればご褒美でしょ。いや、私より年下ですねって言われた方が絶対若者狙いの人は傷つくよ。へえ、55歳、私よりも年下なんですね。おばちゃん、しかもやべえやつとマッチングしたってなりますよ。さあ、いい感じに減らせますね。実年齢を言うと驚かれます。驚かせてもらおうじゃねえか。ゲットいくぜ。 ID 交換お願いします。1、2、3、ゲット。 OK です。若者狙いの連絡先をゲットしました。いや、若者狙いもこれはね、若い子の連絡先をゲットできたんでね、ウィンウィンだよ。名前はともかくとしてね、若者狙いをゲットした。お、女子力レベルが上がった。新しい出会いの予感。語彙力が上がった。やったね。連絡先ゲットボーナス10いいねを手に入れました。なるほどね、ゲットするとこういう風にいいねがもらえるんだね。若者狙い49歳、博士より年下。お前、周りからは年齢より若く見えるとよく言われます。かっこわら。わらをつけるな。わらをつけちゃダメなんだよ。ある意味49歳の年の
漢字っぽさ出てますが、年の差はあまり気にしませんが、いつも仲良くなるのはなぜか結構な年下が多いので、その方が互いお互い合うのかもしれませんね。流行りには敏感なタイプです。違う違う、いつも仲良くなるのはなぜか結構な年下が多い。お前名前見ろよ、名前、若者狙いっていう名前が出てるじゃないですか。違う、この人はなぜかじゃない、狙いに行ってんだよ。趣味も若者に即した感じで、いや普段からは、普段は新聞とかを読んでゴルフをやってとかじゃなくて、いや普段はねエーペックスレジェンズをやって、あやってますみたいなね、そういう感じのね、ちょっと若者に即したような感じの趣味ですよ絶対。うん、流行り物には敏感なタイプです。いいよね、僕は全くもってそういう流行り物に敏感じゃないんですよね。だいたいね、自分がいいと思った曲はね、4ヶ月前くらいに流行ってる。ダメですね。さあ僕も敏感なタイプになりたいものだね。さあ職業は会社員、結婚歴なんで空欄なの、なしかありか書けよ。絶対この人今現在結婚してるだろ、地雷じゃん、確実な地雷でしょこの人。いやプロフィール見ながらこんだけ語れるのもね、若者狙いいいね。いやグッジョブですよ。僕もね、見えないと思いますがね、同じポーズをしてね、若者狙いナイスってやっておきましょう。まあ49にしてはもうちょい年取ってると思うけどな。52ぐらいの外見してませんかあなた、失礼かね。若く見えるとよく言われます、かっこあらっていうのはあれか、よく言われますって自分で自称してるってことか。これ見えないよ、辛辣。さあマカロンはショップで買う他にも男を倒すとたまにもらえるぞ。マジですか、男を倒すともらえんの。じゃあこのショップとかって何なの、次回ショップ見てみましょうか。じゃあ一旦ここで区切りましょうね。毎回毎回一人しかゲットしてなくない、そしてそのゲットした人のプロフィールを見てなんやかんや言ってるうちになんか 7,8 分くらい経つから、いいくらいの動画かなってなっちゃうんですよね。なんかショップに行くとまた食べりそうだからさ、また時間取りそうだしっていう。はい、それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。